えー、吉野さん、えー、もうねむちゃくちゃ働いてねむちゃくちゃやってむ,むちゃくちゃ残業したんだけどもこれぐらいしか給料がもらえませんっていう人ね多いと思うんですよ、まあ、いろんな要因があると思いますけどもいろんな要因があると思いますけどもねまあ一つどうしても忘れちゃいけないこととしてそのぐらいやったのになんでね利益出てないのっていうことなんですよビジネスって一生懸命やったから いいっていもんでももなくてもちろんねプロセスが大事って考え方はあるんですけどもまあ言ってみればこれはね慰めの部分が多いですよね、うん、なんかね人を励ます意味で使うことが多くってじゃあ一生懸命みんなやりました赤字でした誰が喜ぶんですか一生懸命やったんだけども社会が評価されずに社会が評価せずに そこにお金を払いたい、そのサービスを受けたいっていう人がいなければ、一生懸命やったのは、プロセスの話、プロセス止まりなんですよね、きっと。やったつもり止まりなんでしょうね。でも逆にですね、片手までやったんだけども、まあ稼ぎました。これはどうなんでしょうかね。中身がないからダメなんでしょうかね。でも片手までやっても、多くの人が希望すること、 解決したい悩みを解決してくれたらいいんじゃないかなと思うんですよ。ということでね冒頭はねその努力は大事なんだけどもでも商業活動している限り結果が出ない努力は的外れということなんですよねきっと。例えて言うと 100m 走なんですけども一生懸命走ってもゴールとは関係ない方向に走っていってしまったら 本人は一生懸命走ってても永遠にゴールには行かないってことになりますよねでも片手間というかねなんかこうブラ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 しながらでもゴールに向かっていくんだったらゴールにはたどり着くわけですよで世の中のビジネスとか競争っていうのはこれが全てだと思いますね一生懸命やってるのはみんなやってるいや仮に一生懸命やってない人もいるでもなんでね 一生懸命やってる人が報われずに片手間でやってる人がゴールにたどり着いたのかそれはやっぱり間違った方向にいってるからでしょうねだからその方向を間違えてますよっていうふうに教えてくれる人が必要なんですよ私はそういうふうに思うんですよねじゃあね今私は私は特に一生懸命働いてる一生懸命顧客対応はしてますけども マージャン店をやってる時よりもう体力的にも精神的にもくたびれてるかっていうと全然ないですねそれはねだからあの時の働きは働きではなかったと言ってもいいぐらいですだってあの時ちゃんと結果が出るほど働いていたら店は続いてますからねその代わり収入は今ほどになってないと思いますし浮いた時間もとてもじゃないけど今と同じぐらいにはないと思いますね だからそういうふうに捉えていくとねうんなんかこの単純にやった量だけで測れないところはあるけどもでも少なくともやった量で人に負けてるうちはまだまだ語ることとはできなないいかなと思いますよね,ねすごい面白いですよねでも吉谷さんのねなんか「自由が手にできます」とか言ってやってる方は自由じゃないみたいな。確かにねだって 稼いで自由になってるんだったら、あの、わずかね、数十万とかで、その自分の自由を放棄して、人に尽くすのは、おかしな話ですからね。相当おせっかいなら別ですけどねで。私もね、今こう考えるんですよ。例えば年間で、そうですね、3000万稼ぐとしたら、1日に10万の利益を上げてるわけですよ。その1日に10万の利益を上げてる人が、もしいるとしたらね、 時給にすると相当高いはずなんですよだから無料でやりますよっていうふうにその人が言うってことは誰もがたどり着けなかった日当10万これをなんかね捨て去って損をしてでもいいから人に尽くそうとする気持ちなんでしょうね乱暴な言い方すると時給1000円の人が無料放出するのと時給1万の人が無料放出するのと どっちが重いかどっちがより高いリスクからその行動に出てるのかってことが分かりますよね。まあ単純にお金で測ると何でも金で測るなって言われそうですけども私が測りたいわけじゃなくて世の中がもうお金とかによってですね階層分けされてるっていうふうに見えちゃうんですけどもねどうなんですかね。世の中は金次第なんですかねやっぱりね。金次第の部分多いでしょうね。 だってお金がなかったら困ることばっかりですから。お金があったら困ることが減るわけですから。金次第と言っても差し支えないのかなと思っちゃいます。悲しいことだからね。いらっしゃい。